はい、お疲れ様です。小林です。今日は三脚の話をしていきたいと思います。まずですね、もう一つのフローテック、ヴィンテのシステムビジョンブルー、フローテックグランドスプレッダーモデルを購入したので、その話をしていきたいと思います。開封動画ね、やっていく前に、ざっくりと今使ってる三脚系のサポート系のね、機材を紹介していこうと思います。今映ってるのは i フットページのコブラなんとかってやつで、一発でのすべてですね。これはブライダル撮影とかでよく使ってるやつですね。そして、ジットのシステマ、これにいいイメージのヘッドを乗せる、ボールヘッドのアダプターをつけてるやつですね。これは固定カメラとかで使ってます。まあ、なかなかシステムはね、気に入ってて、自運台で写真撮ったりとかもね、してます。で、いいイメージなしに、ザハトラーの FSB6 の旧型を載せたやつも持ってて、これもね、まあ、よくある記録映像とか撮るときに、まあ、愛用してて、まあ、実質メイン三脚として使ってた感じになりますね。ということで、開封動画、サクッといきたいと思います。まずですね、この爆弾パッケージ、これはミッドスプレッダーです。はい、グランドスプレッダー個人的にあまり使わないので、ミッドスプレッダーを追加で注文しております。なかなかこれ厳重な梱包で開けるのしんどかったんですけど、まあなんとか。はい、でこのケースね、おそらくザハトラーのものとこの同じケースが、はい、ヴィンテンロゴのね、同じケースが付属しておりました。まあ、しっかりしたケースでね、まあ、特にこれを使っていこうかなと思ってます。はい、登場します。フローテックですね、ヴィンテン。ビジョンブルフローテック。まあ、なかなかザハトラー版はね、よくいろんなところで使っているので、まあ、特段言うこともないかなというところなんですけれど、はい。今映ってるのはね、ミッドスプレッダーと、持つところ、グリップと、パンボーだったり、説明書がついてました。で、三脚ネジ、カメラネジかな。で、ヘッドのね、プレートなんですけど、これが、ちょっと驚愕の事実だったんですが、ヴィンテンのヘッドって独自規格だったみたいで、はい、マンフロットのプレートとサイズが違いました。まあ僕としては重ねて使うので、マンフロットのね、プレートを重ねて使ったりとか、アルカスイスに変換して使うと思っているので、まああまり問題ではないです。で、セッティングどんどんしていきたいと思います。やたらね、水平出しのLED が青色でうるさいという。で、グリップね。これ六角レンチでつけて、まあ基本つけっぱなしで外すことはないかなと思います。あったらね、使いやすいので。で、収納の時も別に邪魔にならないので、これはつけっぱなし運用と思ってます。はい。いい感じの持ち手になりました。でね、このヘッド、なかなかしっかりしていて、カウンターバランスもね、調整する機構がついてて、ゼロにはならないんですけれど、まあ実用的な範囲内で、それなりに重いカメラでもいけそうな、まあミラーレス、リブ組んだミラーレスぐらいだったら、まあまず問題ないぐらいの範囲で調整しろがありそうです。はい。で、パン軸と、ティルト軸に、トルク調整ですね。結構細かくできるトルク調整が個別に設定されているので、まあ、これもね、カメラ重量に応じて、もしくはカメラワークに応じて設定できる、なかなかいい機能ですね。で、感覚的には、ザハトラーのエースの運台よりかは、まあ、ちょっと重いカメラでも、まあ、うまく作動してくれそうだなというところなので、まあ、NX 系のカメラもね、まあ、まず問題なく乗るかと思いますと。で、伸ばしてみた感じはこんな感じ。ちょっと、下しか映ってないんですけど、グランドスプレッダーなんでね、まあ安定感は非常にあります、ね、ただまあちょっと僕としては、まあ口述
する理由で、まあ、グラウンドよりもミッドスプレッダーの方が好きなので、このグラウンドスプレッダーはね、まあ使わずにケースに入れてしまっておくかなと思います。じゃあね、グラウンドスプレッダー外していきたいと思います。グラウンドスプレッダーは今の状態が一番狭い状態で、ここからさらに伸ばすことができます。なのでまあ、ローアングルという意味ではなくて、足を開くことができるので、まあ、安定感をねより増して、使うこともできる三脚になっています。で、グラウンドスプレッダー、スプレッダー系をつけずとも開脚角度をロックする機能が、もともと備わっているので、スプレッダーなしでもこの三脚は全く問題なく使うことができます。で、展開のスピードが、まあ、個別に足を触る必要があって遅くなる代わりに、どう言ったらいいのかな、ローアングルをすぐにできるっていうメリットがありますね。で、動画の通りミッドスプレッダーをつけていきます。で、ミッドつけると開脚角度がそのグラウンドに比べて狭くなるんですね。まあ、なので、狭いエリアとかで使う分には、まあ、ちょっと有利になるかなっていうところと、完全にかがまなくとも、足をね、一気に閉じたりすることができるというメリットがあります。はい、動画の通り、このくらい開脚角度に差があります。なかなか、こうやって比べてみると違うんですよね。だから狭いエリアで、あとはまあ、不整地というか、あまり、ボコボコしたところとかで撮る場合は、まあ、十分メリットになるかなと思います。で、足、グランド、ミッドスプレッダーを広げて、やっとグランドスプレッダーぐらいの幅になるっていうところですかね。はい。こんな感じ。まあ、閉じて使うかなと思います。ほぼほぼ。うん。いいね。ミッドの方が、はい、開きやすいです。僕と、個人的には、ね。で、これをマックス伸ばした状態だと、だいたいですね、自分身長が180センチちょうどぐらいあるんですけれど、はい、まあ、このくらいの高さになります。だカメラ乗せちゃうと、まあ、アイポイント余裕で超えてくれるところなんで、まあ、普通の三脚としては まあまず問題ない高さが出ると、むしろでかいぐらいですね。まあ、素晴らしいです。非常に使いやすいと思います。ビジョンブルーで、なんでビンテンにしたのかっていうと、なんかザハトラのフローテックがどこも在庫がなくて、で、僕としては FSB6 で良かったんですけれど、なんか FSB8 しかないとか、まあ、納期見てみたいなことを言われたんで、即納在庫のあるビデオキンクさんで購入させていただきました。はい、ここね、マグネットがついております。これはまあ賛否両論あるかなというところですけど、スパイクもついてます。まあ、まず使うことないですね。戻しておきましょう。ということでね、今日はこんな感じで、三脚の紹介をさせていただきました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。